ちょまず最初に謝っといた方がいいかなと思うんですけど不安な気持ちにさせてたらここの私っていうのは私のことではないのであの <laughs> そんなお願い絶対しないのであのここの私っていうのは細胞のことです若手あ,、まあ、ある方もいるかもしれないですもし不安な方がいたらもう安心してくださいこの今から20分間でまあ今日は細胞の話をしたいと思ってるんですけども えまあ細胞、まあ、我々のこの体ね皆さんこう姿形違いど大体この37兆って今まで経験したことのない数字なのにも多いのか少ないかも、まあ、多いでしょうけどよくわからない、まあ、それぐらい多い数でできていると。でその細胞の持っている基本的な性質っていうのは核遺伝情報を担う核があってその周りを細胞膜が包んでいると。 で体の場所違いど基本的にはこの構造をしていてそれぞれととか目それぞれぞの場所によっっててちょっとずつ形を変えているわけですで私が学生の時に、まあ、病気ってどうやって起こるのかっていうようなことをまあ先生が話している時に、まあ、遺伝子にまあ傷がついてでその結果として細胞が異常になるとで結果として細胞の異常が病気を引き起こすっていうようなことを知った時にああもう単純に思ったのは細胞についてもう研究がしたいと思いました。 もう自分に能力あるかかどうかも,そんなも関係ないですもうとりあえず研究がしたいなと思いましたじゃあどんな研究をしたらいいんだろうって次考えたときにそのまあ当時まあ少し前に自分の祖母ががんで亡くなっていたこともあってそれやったらまあ細胞が増殖するっていうことの癌ん異常な増殖のがんについて研究したいなと、まあ、それについてやれば何か人が助かるのかなっていうまあ安易な気持ちでまああの大学に進んだわけです。 でまあ、大学院に進んで研究しているとがんっていうのはがんになりやすい遺伝子が遺伝子が活性化してがん抑制遺伝子がダメになって、まあ、そういったバランスが崩れたときにがんになるというようなことが知ることができましたただ意外と勉強してみると結構なことがもうすでに分かっているなと自分は知りたかったけど単に知るんだけじゃなくてやっぱり新しいことを自分の手で見つけたいと思うようになりましたじゃあ 次研究員になった時どういったことを研究したらいいのかなって考えた時に増殖の反対側にある今度は死細胞死に興味を持ちましたっていうのはがんになりかけの細胞っていうのは体の中で他の細胞によって殺されているんですねで、まあ、死ねなくなるからある意味で言うとがんになっていくこれは大事なんじゃないかあと発生においてもこの我々の手が、まあ、指がこう分かれていく時っていうのは間の細胞が細胞死によってこうによって死んでいくことによって まあ指ができてオタマジャクシがカエルになる時も尻尾がなくなるっていうのはまあ細胞死によってできているこれすごい面白いなとでそれ以外にも毎日我々の体の中では細胞が代謝の中でたくさんの数が死んでいるとでこれじゃあ一体何個死んでいるのかこれ調べてみるとこれ検討つきますもうもう全く検討がつかなくて驚い驚たんですけども100億個 もう37兆の次に100億個って出たら多いのか少ないのかもわからないと思うんですけれども、まあ、そんだけ死んでると、まあ、わかりやすく言えば1秒間に12万個今こうやって話してる間にもう12万個の細胞が常に死んでいってるわけですけど我々は我々としての体を保っているというのは同時に増える細胞があるので、まあ、そういう増殖と死のバランスによって我々できているわけですねじゃあこの細胞死これ、えっと、別名ではアポトーシスって言われます ギリシャ語のアポトーシス、えー、と歯が朽ちて落ちていくっていうようなことからあの来たらしいんですけどアポトーシスと呼ばれているとでこれパッて写真見てもらったら形が全然違うのが分かると思うんですね生きている細胞は、まあ、きれいな形をしているのになんかアポトーシス細胞ってブク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 とこう、まあ、汚いというか美しいというか分からないですけど、まあ、そういう形をしているとまあ形を見たらアポトーシス細胞というのは区別できるんですじゃあこのアポトーシスがどういったメカニズムでまあ担われているのか で調べてみるとこれももうすでに結構なことが分かっているとじゃあ体の中で死んだ細胞っていうのはどういうふうになるんだろうこう調べていくと死んだ細胞っていうのはこれ写真で示す紫色の細胞がアポトウシ細胞で緑色の細胞が鈍色細胞で、まあ、右上の方のところにこう紫色のやつを包み込んでいくようなのがちょうど今食べようとしているところです じゃあ次の疑問は何で食べないといけないのかということなんですけれどもその例をこれ分かりやすく伝えたいんですけれどもアポトウエ細胞をしたいと,とた例えてしまうとちょっと嫌な雰囲気になってしまうのでここではまあアポトウエ細胞をゴミとして捉えるとこのゴミっていうのは毎日街の中でこう出ていくと。けどそれをゴミ収集者が集めて焼却場に行って燃やすから、まあ、街っていうのはきれいなわけです。 だからもしこのゴミ収集者がゴミを集めない、まあ、別に食べなかったらどうなるのかというと街中がゴミだらけになるとそうするとゴミ袋にカラスがつついて中からゴミがあふれて、まあおいが出て細菌も繁殖して、まあ、非常に不衛生な状態になるとでこれ実は体の中でもそうでアポトオイス細胞が食べられないとアポトオイス細胞の中身が体の中に飛び出てそれが炎症を起こして強いては自己免疫疾患を起こすって考えられています だから細胞がまあこれ面白そうだなと鈍食っていうシステム面白そうだな。でこうやって調べるとどういうふうなメカニズムで食べているんだろうと見ると死んだ細胞アポトイス細胞っていうのは死ぬ間際に自分が生きてる間から細胞の内側に隠してたフォスパチルセリン。 まあ今から PS と言いますけどもこの PS っていうのを表面にサインとして出して自分死んででいいいますすよ食べてくださいというわけですそうするとマクロファージ、まあ、鈍色細胞が来てまあ定位みたいなもんですね PS に対する受容体んていうかセンサーみたいなもんであっ死んでるなと認識してそれを食べるわけですねこのようにまあ死んだ細胞もちゃんと自分が責任を持って死んでいく自分は死んでいますよと目印を出していく で、この時に僕が興味を持ったのは、この PS がなんで表面に出てくるのかということです。でこれを調べてみると、PS っていうのは生きている状態では、細胞膜の内側にずっとキープされている。ほぼ100%内側にキープされているということが分かりました。しかしながら細胞が死んだ時には、これ表面に出てくる。これどうやって出てくるかっていうと、外側と内側とぐちゃぐちゃにミックスする。でこれをスクランブルする。スクランブルエクミはスクランブルして、ぐちゃぐちゃにして、 結果としててから表面に出てくるそしてこの表面に出すこのぐちゃぐちゃにするタンパク質の名前がこれスクランブラーゼっていう名前が付けられてるんですけども実は名前は付いているんですけどもその実態っていうのはこの数十年間誰も見つけてないんですだったらこのスクランブラーゼを見つけるっていうのが自分の仕事にしたいなと思ってまあ研究を始めましたで実際には遺伝子2万6,000個あります 37兆100億ときて2万6千がもう多いかって言ったら少なくも感じるんですけど2万6千で結構多い数字だと思うんですね。でその2万6千個の中に1個、まあ、スクランブラーゼがあるとして考えます。あのまあ、ウォーリーを探せね2万6千の人がいる中でウォーリーを探してくださいって言ったらこれそんなに実は難しい話じゃないんです。っていうのはウォーリーっていうのは、まあ、しましまの服を着ていて丸っこい眼鏡かけていてなんか帽子かぶって。 であのズボンも青色のズボンを履いてて結構特徴がはっきりして,りしていますでもこの2万6千人の中から PS 動かす人を探してください、まあ、そんな人がいるかどうかは知らないですけどもって言われたら結構難しいんですねそんんなな人見つけれんのかなだからまあ気持ちとしては、まあ、スクランブラーゼをまあ宝物として捉えると、まあ、そんな宝物があるだろうと信じて、まあ、大航海に、まあ、あの船で出ていく船乗りみたいな気持ち で周りからは「大丈夫かいけるか?」ってこう言われるわけですね。でもまあ自分では、まあまあ、いけるやろうとまあ信じてある意味まあそれをこう進んでいくっていうような気持ちでした。でまあ1年ぐらいこういろいろやっているとですね1年間だってようやくなんですけどヒントが得られました。でこれ実際の生のデータを見てもらいたいんですね絵じゃなくて生のデータ。でそれ分かったのは 細胞内のカルシウムのレベルっていうのは通常はものすごい低いんですけれどもそのレベルが上がると PS が表面にピロンとこう出てくるっていうことが分かりましたでじゃあそのカルシウムを中に入れてやろうということで細胞外カルシウムが高い状態でただカルシウム入れても細胞の中入っていかないんですね硫黄のフォアという化学物質を使うことによって中に入れてやるとそうすると,、えっと左側の図で右の,あの緑で四角で囲んだところに PS がものすごい早くくンと出てくるもう5分ぐらい出てくるんですけども15分もするとすべての細胞が破裂して死んでしまうんですねあそうか PS は死んだ時に出るから PS が出ちゃうと細胞死んじゃうんやと思ってたんですけどもこの時コントロールとしてカルシウムが低い状態でもやってみようかなということでやってみるとこの時 PS はボンと緑色のところに出てくるんですけどもその後1時間経っても2時間経っても全然死なないと。 あれ PS が出るって死ぬっていうことなのかなと思ってたんですけど逆にもう12時間だっても生きている次の日には全ての出ていた PS がもう一回内側に戻って細胞が普通に増殖し始めましたつまり死んだ細胞が PS を出すと思って始めた研究なのに生きた細胞が一,過的に一時的に PS を出すような条件を見つけることができたわけですこれはもうものすごい興奮でしたこ、まあ、これを使えばうまいこと あの研究ができるんじゃないかと考えて、まあ、どういうストラテジーでやったのかこれ細かいことになかなか伝わらないかもしれないですけどコンセプトをできれば分かってほしいなと思うんですけども、まあ、この細胞集団をですね細胞外のカルシウムがほとんどない状況で硫黄のフォアで叩くと PS がボーンって出てくるとでもその中でもより PS を出す集団っていうのがどうしても出てくるんですね。でこれをを機械を使ってて集めてくると だからよく出てる細胞では7個とかここでは6個ぐらい出てるんですけどもどうしてもそれを集めようとしたら3個ぐらいしか出てないやつも一緒についてきちゃうと。なのでもうこれをもう一回繰り返すわけです。でこれ1日足すと PS は内側に戻るこれもう一回叩いてやるとそうするとさっきよりも PS を出す集団っていうのが増えているこれをもう一回集めてやるっていうようなことを何回も何回も繰り返すわけです。 で何回か繰り返した後に今度はイオノフォアというものの濃度をものすごい下げてやって入っていくカルシウムのレベルをものすごい下げてやるとそうするとほとんどの細胞が反応しないそんな中でも PS をピョンって出すような集団が出てくるまたこれを集めてくるというようなことをもう永遠とこればっかりです19回半年間にわたって繰り返しました するともともとの細胞においては低い喉で叩いたときに全然 PS を出せなかったのに19回半年間にわたっても何回も何回もやっている細胞っていうのはちょっとのカルシウムの刺激でもものすごい PS を出すようになったと、まあ、これ細胞を作ったって言うたらちょっと語弊があるのかもしれないんですけど、まあ、そういった細胞を作ることができたんですね。で、まあ、ここまでくるとそんなにまあ難しいことではありません。こういいったた細胞ににおいてどんなな遺伝子に変化が起きたのかな とというこでで元の細胞と比べてあげるわけですそうすると TMEM16F10 回細胞膜をこうやって貫通していてこれまで機能が全く分かっていなかった遺伝子が見つかってきたと、まあ、興奮しましたでパッて調べると突然変異が入っているそうかこの突然変異によって活性がものすごい上がっていたのか19回何回もどこで変異が入ったかわかんないんですけど、まあ、そういった遺伝子を見つけることができました もうルンルンです本当に。じゃあこのカルシウムじゃなくて実際の刺激アポトースの刺激を加えてみようっていうことで野生型の細胞だったらアポトースの刺激で PS を図のご覧のように、まあ、出すわけですね。じゃあ Tmem16f がない細胞だったらもう、まあ、それがないんだから PS 出せないよねっていうことでやってみるとものすごい出してしまいました。でも正直その時に観察したらこんな感じです。<laughs> もう冷や汗は出てもう心臓の鼓動も速くなってもうなかなか神様って残酷やなと思いますねでもうこれ手うつってないですけど本当にお腹も痛かったですもうどうしようかなともう絶望やなと思ってで考えるわけですねどうしようかなもう一回トライしようかなでももう2年半ここまでかかってるんでもう精神的にも結構すり減ってます そんな記録もないなもいでもこの遺伝子にかけてみるかなでもなんか面白くないかもしれへんしっていうようなことを考えてるんですけどただこの遺伝子が PS を出すっていう現象は本物だったのでだったらこれもうちょっと追っかけてみようかなと気持ちを切り替えて追っかけました。すなわちこの、MM、って考えて、まあ、ずっと考えているときにあるときにまあこうひらめいた、まあ、ひらめいたというか思い出したと。 いうかそういう感じなんですけどもそれはこの研究を始める最初の頃に読んでいたまあ、論文勉強していた頃に血小板が血を止めるときに PS が細胞表面に出てきてそれが血液の凝固を進めますよっていうのがまあ、論文があったなということを思い出しましたでそれと同時に何か病気もあったなということを思い出しましたそれがスコット症候群といわれる病気でこの患者さんにおいては PS が血小板において出せないことにより 血をうまく止めれない病気ですで考えましたもしかしたら t m、MM、メム1 6 f はこういった過程に関わっているんじゃないかということで患者さんからその細胞をいただいて t m、MM、メム1 6 f に変異があるかどうか調べるとそうすると実際に t m、MM、メム1 6 f 遺伝子の中に変異があったすなわちこの変異によって t m、MM、メム1 6 f が働かなくなってたわけです。 すなわちティメム 16F」はおそらくアポトーシスの時ではなくて結晶板がが血を止めるるととに効いているといてうことが分かったた瞬間でしたそしてこうにもこれを論文にまとめることができて、まあ、読売新聞にも取り上げてもらいました。まあ、かさぶた作りの解明ということで、まあ、うちの実家読売新聞なんですけれどもずっと「アポトーシス研究してる」って言ったのに「えかさぶた研究してたみたいな話になんてどう言ったらいいのかなっていうような感じだったんですけどもまあかさぶた 作りがわかったわけですある意味で言うと鈴木潤ってヤフーで調べてもらった100万件ぐらい僕の知らない鈴木潤が出てくるんですけど鈴木純かさぶだと入れたたらこの時ばかりは僕が最初に出てきました、まあ、今は出てこないんですけどねただまあ自分の中ではちょっとまだモヤモヤしているなと。っていうのはスクランブラーゼなんか違うスクランブラーゼ見つけたけどまだアポートーシスの時に PS を出すスクランブラーゼは見つかっていないなっていうことです。 だからこの前までは本当に最初に取れたものがアポトースに関わってなくて気持ちが暗くなってたんですけど今は暗く博士にもう一回見つけてごらん大使を抱けって言われているような感覚ですよねで一旦見つけてしまうと自分の気持ちも盛り上がってきてもう一回やったろうかなっていう気になるわけですでもう一回トライしましたで次に見つかったのが XKR8 っていう 同じように細胞膜を10回ぐらいいったり来たりしている膜タンパク質でこれまで機能が分かっていないこれ緑色の蛍光の目印として細胞に発現されるとちゃんと膜に行くとじゃあこれはどうだろうかまず野生型の細胞においてはこれ赤色のところだけ見てほしいんですけれどもアポトーシ刺激を加えると PS が出てくるすなわち右側に移りますじゃあ XKR8 のない細胞どうなるかっていったら全く出てこないと ああついに見つけたぞと、まあ、6年間かかったんですけど、まあ、その瞬間でしたでこう調べていくとさらにはまあ面白いなと思ったのがこの x q r 8これ左側に人と線虫ね書いてあるんですけど人1 7 0ンチに37兆個、うん、線虫ずか1ミリ1 0 0 0個程度の細胞しかなってないそんな線虫にもこの x q r 8という遺伝子がちゃんとあるんですね っていうのは、線虫っていうのは、発生の時にある決まった数の細胞がアポトースによって死んで食べられる必要があるからです。じゃ、あこの線虫において、エクスケアレイドを、まあ、潰してやるとどうなるのか。そうすると、食べられなかった細胞っていうのが、組織から剥がれて、このように真ん中に集まってくると。つまり、線虫から、まあ、人まで。まあ、同じ遺伝子を使って、まあ、私を食べてください。っていうような、もう、シグナルを出しているということが、まあ、わかりました。 でまあ、こうやっていくと、まあ、自分たちはゴールしたなあっていうような感覚でもあったんですけども実は全くそうでではありませんでしたこれビーバーズさんとウィリン・アムソンさんという人の創設なんですけれども実は PS エクスポージャーっていうのは、えっと、x k r とがする「食べてください」であったり t m m 1 6 f がする「血を止めてください」以外にも実は骨の発生であったりとかウイルスの感染細胞の融合赤血球の処理 など幅広い現象に関わっているということが分かりましたつまりあ、我々ゴールしたと思ったけど実はまだスタート地点に立ったんじゃすぎないのかなっていうのが正直な心境です今後まあこういったところにどういったスクランブラーゼが関わっているのかどういった制御があるのかということは明らかにしないと思っていますそして自分としては基本的に今はスクランブラーゼをやっていますがそういった基本的な現象を徹底的に理解した上で将来的に総合をうまいこといじってあげることで 病気とととかを治すことができたらなと思っていますで最後まあメッセージとしてはまずやってみると結構難しいことをやろうとしたら周りの人で「頑張れ!」って言ってくれる人ってそんないないと思うんですけど、まあ、まずやってみると、まあ、周り関係ないもうとりあえず自分がやりたいと思ったらやってみようっていうこととあと自然に問うという気持ち。 研究によってはなんとなく俺が明らかにしてやる。俺が俺がみたいな気持ちになるんですけども、実は自然がどうなっているのかっていうのもある意味聞いている実験を通して聞いているんですね。そこをこうしっかり聞くっていう気持ちがないと、自分で解釈をねじ曲げて全然違う方向に行くっていうことがあるなと思いました。で、これはあともう一点やり遂げる。まあ一旦やり始めたら、とりあえず自分が納得するまでやり遂げてみると。 そうじゃないとその向こう側っていうのは見えてこないなっていうのが実感でありこれはメッセージもあり今こう言いながらも自分にもう一度言い聞かしていることであります。まあこれで終わります。ありがとうございました。